誰出てる？もしもし。まゆちゃん来る。ねえ聞いてる？ワンワン。久しぶりにワンワンの声聞いたらさ、何言ってるか分かんなくなっちゃった。なんか聞き取れなくなっちゃった。ふざけてるの？ちょっとだけ。ちょっとだけふざけてるの？うん。どっちが？俺が？ふざけてない、全然、一切。一切ふざけないで。一切ふざけてない。真剣に聞くね、もう一回。まゆちゃんが来るの？あさって。わかんない。全然そんな話はないね。今のところってこと？まあもしかしたらそのうちご飯ぐらいは行くかもしれないけど、Z さんと3人でね。そのうちでいつ？わかんない。けど今日ワンワンさ、なんか鳩でいっぱい飛んできたんだけど、俺お母さん、明日来るの？俺お母さんに嫌われてんの？ワンワンの。あ、嫌われてんの？ワンワンがずっと泣いてたら。なんで？いや、わかんないです。全面戦争っぽいですね。そう。ごめん、なんか切れちゃった。なんで切れたの？わかんない。Z さんが押した、なんか。さあね、Z に一切関わらせるな。関わらせるな。誰と？誰と？なんで声ちっちゃいんですか？なんで喋りたくないんですか？デイジー。はい。絶対切るなよ、通話。俺は切らないよ。誰と？わかんないです。関わらせるな。関わらせるな。どういうこと？わかんないです。まゆが来るって本当なの？明日。わかんないんですよ。早いっすね、反応は。ごめんね、ワンワン。うん？私が好きっていう広告をしたいのに、なんで嫌われるの？私が好きっていう広告？報告。報告？うん。好き？それをしたいのに、なんで嫌われるの？部外者に。部外者切らないでよ。俺切ってねえよ。全部ルイージが切ってるよ。切ってねえよ、ワンワン。ほら。絶対切った。ほら、ナーボーにも同じこと言ってたって言ってるよ。何？ナーボーにも同じこと言ってた。パルパルちゃんにも同じこと言ってた。ポルポンさんにも同じこと言ってたってみんな言ってるよ。当たり前だろ、みんなの同じこと言うに決まってんだ。君たちはどういう関係なの？付き合ってんの？付き合ってないの？もう終わりました。好きなの？好きって言ってたよね、前ね。もう好きじゃないの？じゃあ好きじゃないって言えばいいじゃん。ちゃんと思いを伝えろよ、ちゃんと。だからこうやってかかってくるんだ。はっきりしないんだ。なんて言ってんの？もう終わりにする。お幸せに。さよなら。配信で炎上させたくないからさらさらないでね。連絡もしないと取らないから一人ぼっちにしないでよ。理由がわかんない。なんでそうなるの？誠司さんに女の子違う話も聞いた。全部それだけ。今までありがとうございました。どういうこと？これ見て、これもう終わりにする。ん？王様ランキング17日に俺言ってんすよ。何が？17日だから今日何日？今日20日。もう3日前。3日前に、うん、もうね、そっと終わろうって言ってんすよ。うんで、どっちが未練があるの？これあなた？共依存ってやつ？どっちも好き？これもしかしてまだ。あ、あれです。お花。どっちも好き？未練があるのにガチャ切りしたってこと？今じゃあそういうこと？だってさ、誰にでも好きって言ってんすよ、あいつ。スタンプラリーなんですよ。こっちは真剣にさ、アル中直そうってさ、タバコもやめさせようってさね。家に来たらもうね、別に同棲してね、もうほんと一緒にいようとしてるんだよ。けどもうあいつスタンプラリーだし、もうアル中だし。そういうことね。そう、もう無理なんだもん。どうしたらいいですか？恋愛マスターいます？誰か。こういう場合どうしたらいいですか？タバコやめた方がいいだろう、子供産むんだからさ。どうしたらいいですか？こういう場合は、うん、だって俺がさ終わった瞬間にさ、パルパルちゃんにさ次の日さ電話で好きって言ったりさね、ポルポンさんに好きって言ったりさ、ナーボさんに好きって言ってんだろ、うん、やばくねあいつ。戻ればいい？戻ってもな、アルチだしな。そうなんですよ。お酒飲まないからって言って毎日汗ね、お酒飲んでるでしょあの人。でも宮崎にいる分には別に浮気の心配はないんじゃない？ねえ、東京に来ていろんな配信者と絡んでたらあれだけど、うん、いや嫉妬とかじゃなくて、ああもう無理だなって感じ。聞いて。聞いて。今からラムネちゃんが来るんだよ。今ラムネちゃんと今日はラムネちゃんと3人でチンチン誰が一番大きいか決定戦するの。そしたらふわっち特派員にまた乗るから。今俺それしか楽しみないんだよ。もう一回出て。一回 Z さんに変わるわ。いや、変わらなくていい。一回 Z さんの話聞きなよ。恋愛マスターだから。やだ。なんだよ。なんで配信中にさあれなの？やっぱり配信能なのこれって。いや、私配信外じゃないと電話してないじゃん。今配信中ですけど。でさ、この間も喧嘩する時に配信中、またわざわざ配信つけてから電話してきたじゃん。俺もう配信とかで晒さないでねって言ってるじゃん LINE でさ。改めてさ、配信能じゃん。くるちゃんとかさ、誰にもさあれじゃん、配信してる時しか電話しないじゃん。パルパルさんだってわざわざさ炎上ニュースやってる時に電話するじゃん。配信のでしょ。だったらダメなの私。最高じゃん。配信者じゃん。はい、1回出て本当に出てちょっと本当に喋りたい。電話出てるよ。でその出てじゃなくて一回外に出て最初やるから。だってワンワンもそしたら配信切らないの？切るでしょ？切らないの？切らないよ。ほらそっちは楽しいね。この閲覧全部持ってきただけじゃんね。 Z さんのとこから離れてさ。じゃあ切るよ。切らなくていいよ。持っていくだけ持っていきなよ、閲覧を。そっちの方が盛り上がるんでしょ。閲覧ってうるせえな本当に。いいよ。じゃあ出てくよ。離れるよ Z さんのところから。離れたよ。何？離れたよ。じゃあ明日はなんか会うの？わかんない。わかんない。何が来るのか来ないかもわかんないし、連絡一切取ってないもん。ただコメントでそのうち近いうちにご飯行こうねってだけだから。コメントで？うん。ない人？わかんないよ、その人かどうかは。うん。うん。そうなの、一生黙っとけばいいんじゃない？え？一生黙っとけばいいってこと？一生黙っとかなくてもいいけど。おかしな話になってくるんだよ。なんでだよ。どこまでもそうじゃん。なんでだよ。わからないの。ご飯行くくらいだろ別に。やめろよ。俺のメンマ映すな。やめろよ。メンマバカにすんのやめろよ。なんで買ったのかな。俺メンマ好きなんだよ。ごめんね、ゼッツさんがいたずらするからちょっと今離れてるから大丈夫。何？もう連絡取らないってこと？もう無理だよ。配信中にそういうのやるのやめてよ。配信外でもう取れないじゃん。配信外でも取ってるじゃん。見た LINE のやり取り全部配信外じゃん。配信外でも取れてるし。でもワンワンの枠ではもう盛り上がってんだから、そっちはそっちでやりゃいいじゃん。俺がどこが自意識過剰なの？そこ自意識過剰だと思ってるし。全然自意識過剰じゃないよ。どっちかと言ったら嫌われてるからね。だろ？全員に嫌われてんだもん。ワンワンにも嫌われてるし、ワンワンのリスナーにも嫌われてるし、ワンワンのお母さんにも嫌われてるし。自意識過剰じゃないでしょ、分かってんだから。なんなら Z さんにも嫌われてるし、 Z さんのリスナーにも嫌われてるし、ひーちゃんのリスナーにも嫌われてるし、ひーちゃんにも嫌われてるよ。なんなら中ちゃんにも嫌われたよ今日。だから私がどこが自意識過剰なんだよ。逆に俺のこと好きな人いるの？好きじゃないでしょあんた。配信のだけだよ。本当に好きならはい。配信のだったらお前のことだってもう勝手に知ってるよもう。そりゃそうだな。なごのとこ行けな。お母さん説得してくれるとりあえず。配信なのかお前のこと知ってるね決まってるじゃん。うん。とりあえずお母さんから説得して。そしたら宮崎行くから。どう好きでいればいいの？もう好きじゃないなら終わりだよ。終わりじゃん。だってどう好きでいればいいのってもう好きじゃないんだからおしまいでしょ。分かった。じゃあね。ちょっとよく分かんないんですよ。好きっていう時に電話してきたのに。彼女作ればいいんじゃないもん。だからできないんだもん。なんで邪魔してくるから。モテないんだもん。誰か付き合ってくれないですかね、ルイジさんと。誰か無理？ダメ？彼女作ればいいんだよ。これかっこいいって言われたんだけど、これエジナル出せよ。ダサいよね。かっこいいと思ってる。寝ますか。ラムネちゃん来るの？もうワンワンのせいでラムネちゃんの話も流れちゃったね。いやだから彼女作ればいいんだよ。だからもう一緒に作ろうよ。もういないんだもん。だってウイタン忘れてよ。 Z さんも毎日 LINE して毎日夜電話して。アレックスさんしかいないからやっぱり。アレックスで妥協するんですか？うん、妥協していいよ。俺誰もいないからアレックスしか勝たんよな結局。アレックスなら俺ティナちゃん行きますよ。アレックス行っていいっす？アレックス&ティナ。アレックス行っちゃっていい？セイジ&ケンジ。アレックス&ティナ。アレックスいないんだもん。だって完全にだってティナちゃんの方がワンワンより閲覧持ってるでしょ、今。ティナちゃんよりワンワン？ワンワンよりティナちゃんでしょ。ワンワンよりティナちゃんの方が閲覧持ってる。横須賀のティナちゃんすごい閲覧あるよ。横須賀にもティナちゃんいるんですか？いたいたいた。新宿にもいるけど、どっちが本物のティナちゃんなの？あれどっちが偽物なの？どっちが閲覧取れんの？横須賀のティナちゃんと新宿のティナちゃん。横須賀のティナちゃん俺知らないんですけど。知らない？はい。横須賀のティナちゃんの閲覧ある？ジャニオタのあれは横須賀のみやびくんはみやびちゃん。みやびくん。みやびちゃん。誰みやびちゃん。横須賀にみやびちゃんいたよね。どこ？だっけ？新宿、歌舞伎町のティナちゃんとかでツラン取れる？歌舞伎町のティナちゃんがいい。うん、横須賀のティナちゃん可愛かったよ。いい子だったよ。いい。横須賀の小町ちゃんが可愛かった。小町だっけ？浦和のティナちゃんはダメだよね。浦和にもティナちゃんいるんですか？それ浦和のティナちゃんってあれじゃん、アレックスさんでしょ。あ、浦和のティナちゃんがアレックスさん。ティナが多くてわかんないね。彼女作るかじゃん。何回もやってるじゃないですか。明日やっちゃいます。明日 AV 女優。いや、そうですね、彼女がいない時なんですね。 AV 女優って付き合ってくれんの？金さえ渡せば。いや、いらんわそういうの。金あるんだから少し使いなよ。やだよ AV 女優に金使うの。俺エルモちゃんと付き合いそうな気がするんだよな。無理か。無理だろ。ゼットさんいなかったじゃないですか昨日。昨日の夜いなかったじゃないですか。たまたまエルモちゃんがツイッターで1時頃なんか私減らっちゃったってツイートしてたんですよ。俺あまりにも暇で、エルモちゃん今暇なんだけどって言ったら、じゃあ夜お散歩しようって言って来て。来たの？朝方の5時までずっと散歩してました、新宿。そう。はい、2人で。はい。ここ来たの？いえ、来てないです。来てないの？松の屋で5時まで行って、5時に松の屋で飯食って散歩してたの。もうカップルじゃない？あ、女優の名前教えてって抜きたいんじゃない？多分明日見るのに興奮したんじゃない？女優の名前教えてあげたら。知らないんですよ。その方がいいんじゃない？知らないんですよ。わかんないの？AV 女優の名前。